こんにちは、兄です。今日はですね、検証動画でございます。何の検証かっていうと、こちらですね、ウルトラマンダイナのカードをゲットしたので、他のカードとフュージョンアップしてね、何か変化があるかっていうのを見ていきたいと思います。で、今日組み合わせるカードはこちらで、ウルトラマン、ウルトラマンジャック、ウルトラマンタロウ、ウルトラマンティガ、ウルトラマンティガスカイタイプ、ウルトラマンガイア V2、 ウルトラマンコスモス、ウルトラマンマックス、メビウス、光入れるの忘れてた。あと光もあります。そしてゼロ、銀河、ビクトリー、X、 これらのカードと組み合わせてやっていきたいと思います。それでは確認していきましょう。まずはウルトラマン、はい、ウルトラマンなしです。次はジャック、フュージョンアップ。ウルトラマンジャック、ダイ。はい、ジャックなしで次はタロウ、太郎なしです。次はティガ、フュージョンアップ。ウルトラマンオーブ、ゼペリオンソルジェント。はい、フュージョンアップしました。ゼペリオンソルジェントっていうね、やつになりました。では次はスカイタイプなんですけども、どうなんでしょうかね。ティガなので、もしかしたら同じなのかもしれないし、なんかちょっと違うのあるかもしれないです。やっていきましょう。はい、残念でございます。ティガのスカイタイプではダメなようです。次はガイア V2 いきます。はい、ガイア V2 ありません。次はコスモスでございます。で、コスモスはね、このカードの絵がダイナとすごい似ているので、ちょっと期待しております。それではやっていきましょう。はい、コスモスないですね。柄は関係ないみたいです。次はマックス、マックスなしです。次はメビウス、フュージョン。
はい、メビウスもなしで次は光。光もなしで次はゼロ。フュージョンアップ。ウルトラマンゼロ。ウルトラマン大。はい、ゼロもありませんでした。残り3枚でございます。次は銀河。はい、銀河なし、次はビクトリー。はい、ビクトリーもなしでついに最後 X になっちゃいました。じゃあ X 行きましょう。はい、X もダメでした。そういうわけでウルトラマンダイヤのカードとフュージョンアップしてね、音声が変わったのはウルトラマンティガーのみでございました。この後もね、他にカードがいろいろ販売されましたら、こういった検証の方やっていきたいと思いますので、興味のある方はね、また遊びに来てください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。いいよね。